チェック中。ステーションから地球の IBC へと変更。チェック中。無線機能まで壊れたの？まさか、それとも、もう。通信成功。あ、この声は、もしかして、やっと繋がった。私はライフストリーム号所属 MC01 ロナ、助けを求めます。現在位置と所属名が確認できませんが、所属はどちらですか？え、それはどういう。少々お待ちください。もう一度確認してみます。通信チャンネルチェック。現在つながっている通信ラインの情報開示を要請。本当に秘匿回線じゃない。でもこうしてつながっただけでもよかったです。4日間壊れた状態でどこにもつながらなくて、このまま何もかも解決しないまま終わってしまいそうで怖かったです。すみませんが、見ての通り私は今、私の手助けをしてもらえませんか？ありがとうございます。一般の方にこういうことをお願いするのはセキュリティ違反になりますが、他に方法がないですからね。今修理用 UI を表示させました。見えますか？そこにある修理開始ボタンを押してください。他のロボットたちが攻め込んでくるかもしれません。急いでください。緊急修理シーケンス起動。できました。この辺りにいる修理マシンが来て私を修理してくれるはずです。修理シーケンス開始。メインフレームワーク修理完了。基本武器システム、自立コントロールシステム復旧失敗。理由、修理リストに該当情報なし。修理が完璧にできていない。私には体を制御する自立コントロールシステムが組み込まれています。これが修理されないと私は思い通りに動くことができません。一番大事なパーツが修理されないなんて、どうしたらいいの？修理マシンはこの1種類のみです。多分、他のマシンで修理しても、結果は同じでしょう。やっと修理できたのに、一体どうすれば。そうだ！一つだけ方法があります。今私のいる場所ライフストリーム号は地
球からおよそ35万キロメートル離れた距離に浮かんでいる宇宙研究所です。数日前、宇宙船内部で反乱が起こり、全ての制御権を奪われてしまいました。宇宙船内の人たちは制御権を取り戻そうと努力しましたが、彼らが制御権を奪い真っ先に取った行動は、この宇宙船を地球に落下させることでした。もし宇宙船がこのスピードを維持したまま地球へ墜落したら、地球の3分の2が破壊されてしまうでしょう。多くの人々が、そしてあなたとあなたの愛する人たちも、私がたくさんの人々を失ったように、自律コントロールシステムが故障している今、簡単な動作はできますが、戦闘のように繊細かつ激しい動作は不可能です。現在戦闘ができるほど私を完璧に動かす方法は遠隔操作システムしかありません。また今現在私と通信ができる人はあなただけです。わがままなお願いなのは分かっていますが、どうかお願いします。私を操作して、私の使命に力を貸してください。本当ですか？こんなにもあっさりと手伝ってくださるとは思いもしませんでした。あなたの優しい気持ち、絶対に忘れないように保存しておきます。では遠隔操作に変更します。遠隔操作にシステム変更、 IBC チャンネル1015に連結開始。 ID MC01 ロナ、遠隔操作に制御システム変更開始。修理シーケンス完了。オペレーティングシステム再起動。今度こそ全てを取り戻してみせます。やったー、遠隔操作に無事切り替えできました。いろいろとテストする前に私の操作方法について説明しますね。基本的なものだけ説明して、細かいところはその都度説明しますね。まずは一番基本となる攻撃。攻撃ボタンを連打すると簡単に連続攻撃ができます。次に重要なのはローリング。敵の攻撃を避けるときに使用する回避技です。攻撃中いつでもローリングを利用して攻撃をキャンセル、避けることができます。そしてジャンプ、床にある罠などを飛び越えることができます。また地面を這う攻撃をしてくる卑怯な敵もいます。そのような攻撃もジャンプで飛び越えることができます。最後にスキル攻撃です。装備した武器、それぞれ違った特殊な技を使うことができます。武器はそれぞれ固有のスキルを持っているので、新しい武器を見つけたらどのようなスキルがあるか確認してみてください。では基本的な操作の説明はここまでにして、私の状態を確認できる UI を表示させますね。これが私の状態を表す UI です。思ったより簡単ですよね。見慣れない UI もあると思いますが、どうしましょう。 UI について説明しましょうか。おお、自信ありありですね。でも気をつけた方がいいですよ。制御できないロボットはとても驚異的です。赤色のゲージは私の HP です。一番重要な部分と言えます。 HP がゼロになると行動不能となり動けなくなります。そうならないように気をつけるべきですが、最初は難しいかもしれません。黄色のゲージはテイクダウンエネルギーです。テイクダウンという強力な技を使うためのエネルギーですが、使用できるくらいエネルギーが溜まったらその時にまた説明しますね。また画面
の左側に私が装備中の武器が表示されます。最大2個の武器を装備できます。画面の中央に見えるゲージはバッテリーです。ローリング、ガード、つかむ、スキルなどの技を使用するにはバッテリーを消費します。重要なタイミングでバッテリーが切れて技が使えなかったら敵に返り討ちにされることもあります。ですので通常攻撃で敵にダメージを与えながらバッテリーを充電しましょう。最後に説明するのはマップ、ディスク、チップ、そしてバグデータです。ディスクは戦闘ステージでアイテムを購入するときや特殊な機能を使用するときなどに使うことができます。チップはコア実験室でカスタムパーツの製作やアップグレードを行うときに使います。ディスクは戦闘ステージで、チップはコア実験室で使用します。聞こえましたか？遠くから敵が近づいてくる音が聞こえました。そろそろ移動した方が良さそうです。バグデータは後で説明しますね。これでとりあえずは問題なく戦えるはずです。では直接動かしてみましょうか。敵がすぐそこまで来ているかもしれません。しっかり準備してから移動してください。攻め込んできてる。あなたと通信がつながるのが少しでも遅れていたら私は完全に破壊されています。幸い強いロボットではないので、まずは基本通常攻撃とスキル攻撃を使い、敵の隙をついてつかむを使い、あとローリングで敵の攻撃では最初の共同作業。ここで諦めるわけにはいきません。が残っているそのロボットの近くでつかむを使うとどんな能力を持つミニコアか。さあ、あのミニコアのインストール開始。ミニコアのインストールが、インストールされたミニコアの能力は画面左下の今インストールされたミニコアの次の戦闘ではスキル攻撃を中心に戦えばもっと有利に戦えます。でもミニコアのインストールは時々インストールをするとバグが発生。バグコアはミニコアとは違っても、いいコアにも悪いコアにも持続時間があるので。でもウイルスコアは違います。このコアにバグコアがたまにウイルスコアに悪化して、このウイルスはコアチャージャーでのみ即コアチャージャーを発見したら真っ先に、でもバグコアやウイルスコアはバグコアやウイルスコアをインストールした後、このデータはスーパーコアと最後に
一番ミニコアが3つインストールされるとコアコネクト状態となり、さらに武器スキルもコアコネクトの影響、もちろんミニコアは一定時間、もしコアコネクト状態になることができたら、では説明。こいつらは簡単に倒せそうにない。私たちももっと強力なダウンアタックは、意識を失った敵に大きなダメージ、ダウンアタックを行うには、ま、敵が壁にぶつかったり空中から地面、ダウン状態の敵を掴むと、とても強力な技の一つですが、敵が起き上がったら掴むを使って壁に投げるか。装備中ではやっ、戦闘準備完了。よっ、消費しますが、ほとんどの攻撃、また敵が攻撃するタイミングに合わせてガードするとバッテリーを、これはなかなか魅力的ですね。でも炎のような物理タイプではない効果、早速試し、あっ、やっ、脅威レベル3のロボットが、もう私より大きなロボットが、あっ、ちょうど武器を2つ持っているので、チェーンスキルを使う、武器のスキル使用中に武器切り替えを行うと、切り替えた武器すると2番目の武器、これが強力、武器切り替えにはクールタイムが存在するので頻繁に、このでかいロボットで、さあやっ、いつでもいけます。うん、
ク、目に焼き付けましたか？通信要請。待ってください、通信要請が入りました。ラダ、僕の声が聞こえる、うん、またごめんね、ロナ。いくら通信、ロナの状態を確認してたんだけど。それまたま音力、その人のおかげで修理はできた。アイリーンの固有技術が使われた部分だから一般の人。それなら今はど、何？人間に君の操作を任せただと。君を二度と人間と関わらせたくなかったのに。他にどうしようもなかったの。敵は目の前まで来て、それに私をここまで連れてきて。おい人間、聞こえてるんだ。必ずロナを安全に連れてこい。人間なんて口先だけの生き物。ストップストップ、パン落ち着いて。今輸送装置を準備しているよ。情報ボタンを押すと黄色で表示された地点があるはずだ。そこに輸送装置を送るから、そこまで来てくれ。通信終了。ごめんなさい、パン全部。私はこの話は置いといて。トラップが作動しています。簡単には止まれそうにないですね。でもローリングを使う、攻撃が近くまで来たらローリングを使ってみ。ローリングはガントレットとハンマーのスキルなので。もちろんソード&シールドなら心配しないでください。これさ、地面を這う攻撃はローリングで避けることができます。このような攻撃はジャンプ。地面を這う攻撃は、ああよっ、そこにコアエッセンスがあります。コアエッセンスはコアエッセンスを吸収するとこのコアエネルギーのゲージが 100% になる。コアエネルギーはミニコアを食べたり、今はコアエネルギーが不足しています。強い敵がどんどん集まって、テイクダウンエネルギーが十分溜まったので。テイクダウンはテイクダウンエネルギーを消費してただ強力なだけではありません。テイクダウンコアエッセンスはスーパーコアをインストールするため、まずはテイクダウンエネルギーがマックスの状態で敵を攻撃して敵の耐久度を削る。敵の耐久度がゼロになるとテイクダウン状態になり、その時にスカムを使用するとテイクダウンが発動します。戦闘中敵の頭上にテイクダウンでは、敵をテイクダウンで倒し、怖い、さあ私たちなら勝てます。来まーす、すべて出し切ります。あっちを行って、持続時間がありません。文字通りスーパー、ここにあるコアエッセンスを吸収して、コアではスーパーコアをインストールできるよう、えコアエネルギーがマックスに。これでスーパーコアエネルギーが溜まると自動、また情報のタブからスーパーコアをインストール、表示された4つのスロットにあるスーパー、いくつかのスーパーコアのインストール、性能のいいスーパーコアをインストールするには覚えてありますか？バグデータはスーパーコアのレベルは B レベルから S レベル、もちろんレベルが高いほどスーパーコアの性能、それでもレベルの高い B レベルのスーパーコアをインストールすると、次またその A レベルのスーパーコアを見てもレベルが高いからといって変化する状況に合わせて、敵では今からよく考えて選んでください。スーパーコアのインストール開始。
ンプリート。スーパーコアがインストールされました。なんだか、ちょっと待ってください。ロナ、今どこ？もうすぐ指定された地点に到着する。気をつけて。近くに脅威レベル4のロ。脅威レベル4。君を遠隔操作している人間の実力がどのくらいかわからないけど、気をつけて。ロナ、こんな人間。パン、心配しないで。それより、輸送すでに待機させているよ。よし、それじゃ無事を祈っているよ。行きましょう。やっぱりここにも敵が。パン、着いたよ。輸送装置しまった。輸送装置の到着地点に巨大な物体が感知された。結局あのロボットを倒さないと。あのロボットを守っているシールドが見えます。あのシールドを破るにはチャージ攻撃をしないといけません。攻撃ボタンを長押ししてから話すると素早く突進するチャージ攻撃で、もしくは前方に見える爆発物を掴んで、あいつ脅威レベル4から上は今までのロボットとでも、あなたもパンは引き続き。分かった。戦闘準備完了。になってしまった大事なものを取り戻したか。今回は
私はママを。あなたも本当。そうですね、私には。郵送装置到着。ロナ、もうすぐ脱出できるよ。お前はカメラのチャンネルを変え。郵送シーケンス。カメラステイト、OK。カメラシステム、リローディング。カメラ再起動、完了。おい、見えるか？一応応急処置で倉庫にあったカメラを利用し。あ、ちょっと待って。ホクサ、これでどうだ？最新のカメラではないけど。コア実験室だよ。以前は怖いの。今はロナと僕が基地として使う。ここなら安心していいよ。幸い大きなダメージは受けていなかった。修理は全て終わってネストの中で。もうすぐ起きるから心配するな。ありがとう、ロナを助け。今の僕たちの状況がめちゃくちゃすぎてひどい言い方をしたこと。ただ礼は言っておくべきだ。 NC01システムリブート完了。リブートに随分と時間がかかった。 NC01。 ここは？気がついた。工事。あの時輸送装置がタイミングよく動いたから。あ、思い出した。君を操作していた地球人も自立コントロールシステムが治るまでは。ありがとうパワー、あなたのおかげで無事に戻ってこれます。島の状況であなたのような優しい。僕はまだ 100% はし。あん、わ、分かってるよ。ちゃんとさっき謝った。これから私て。ふん、改めて私た。こちらはパンです。私戦闘能力はありませんが、機械。現在のコア実験室内の数が使えそうなマシンを普及しているから準備ができたら教えるね。あと宇宙船が地球に墜落中であることは。この宇宙船はメタリックチャイルドを研究し、しかし乗組員の一人が反乱を起こし、そして宇宙船の動力エネルギーが失われ、幸いなことにパンがコアジェム。でも保管されているコアジェムエネルギー。メタリックチャイルドはここで作られた新しい外。人の心を持つアンドロイド。そして私は。私の後に開発されたメタリックチャイルドはみんな巨大で、そしてその巨大なメタリックチャイルドを動かすために新しい概念のエネルギー。宇宙船が地球に墜落するのを止めるにはメタリックチャイルドが持つコアジェムが必要です。それが他のロボットはミニコアやコアジェムを動力として動きますが、私が作られたのは私にも専用のコアがある。他のロボットのコアをうまく利用する。威勢がいいのはいいことだけど、ロナの意地で始めたものの今回は違うの。一緒に脅威レベル。そうです、もう。わがまは。あ、そパン、反乱を起こした犯人はアイリーン博士。アイリーン博士は天才ロボット工学者。事件が起きた日、アイリーン。多くの人々が。でもママはそんなことをする。抽選の問題を解決したら私ならママを説得できます。落ち着けロナ。あなたとならあなたの力が。人、何か欲しいものはありますか？なんとかして集めて。地球には銀行という。欲しいって手を挙げろ、金を出せ。とにかくこの案はこれからここに慣れないといけないので、エネルギー不足で止まっているものもありますが、さあ行きましょう。
おい、ロナをよろしくな。今ごとの特殊パーツの製作に必要なパーツがあれば製作してみ、いいカスタムパーツがあれば作ってみましょう。ここはアップグレーダー。負けてもアップグレードを続けていけば、アップグレードに必要なチップは戦闘で、これからの戦闘で絶対にアップグレードは重要です。ここからは地球がよく見えます。本当に地球は嫌なことや悩み事もはママに会って説得でき、それは無事を祈ります。青く丸い、あなたも悩み事があるときはここ、でな、宇宙船の動力を担っているコアジェのエネルギーがゼロになると、宇宙船の墜落を止める方、墜落を防ぐ唯一の方法は他、これは輸送装置です。貨物を、先ほどこれに、この実験室は敵の、この状況の中また戦うメタリックチャイルドを選択し、もともとは貨物、でも今は輸送装置はいつでも起動できます。さあ、どの場所に移動するか決めてください。